西田真弘選手、はい、今日スコア84だってますか、はい、当てます、はい、ちょっと結構厳しいコンディションだったですよね風も強くて、はい、でグリーンも速くて、はい、そのあたりなかなか対処しきれなかった感じでしょうかね。そうですね、風でそのセカンドショットの距離感がなかなか合わなくて、うんうんうん、オーバーしたり手前だったりして、うん、であとは、まあ、グリーンに苦しみられてもうパターが全然パーパットが決まらなくて。そうですか、はい、うん、切れそうでは切れなかったりとか、切れると思ったら、うん、切れなさそうで切れたりっていうことですね。なるほど。ちょっとじゃあなかなかちょっとこの風とこの難しいコンディションなかなか対応しきれなかったんですね。わかりました。まあ、皆さんね、この厳しいコンディションで結構お疲れになったような顔をされてるんですけど、はい。まあ、また表彰式ありますけど、それまでちょっとごゆっくり休んでください。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。